くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。去年から2キロ痩せたよ、くるぶしです。はい、どうもありがとうございます。くるちょもチャンネル東京、いでくるぶしがあなたの夜を独り占めこれは初めてです。去年の、健康診断から、いでさん、あなた高血圧ですよと言われて、下げた方がいいですねって言われまして、ちょっと今いろいろとこう多めに動いたり、体重をちょっと落としていってはいるんですが、拍車をかけるために今日はですね、あれに初挑戦していきたいと思います。それがこちらです。オートミールだい。はい、食べたことある方結構いらっしゃると思うんですけど、僕ね食べたことないんですよ。多分フレグラは好きでよく食べるんで、その中に入ってる一番嫌いなやつだと思ってたこれの噂って結構よく聞くんですけど、やっぱりね苦手っていう方が結構いらっしゃって、もう1チャンネルやらせてもらってるガンノスケチャンネルでもですね、ミスターガンノスケさんがこれを食べて1ヶ月で10キロ落とされてるんで、ちょっとね僕もちょっとチャレンジしてみようかなと、思います。ね、不安なんですけれども、早速今日はちょっと短めの動画になると思うんですけども、早速行きたいと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。ちょもちょも、一応このパッケージに書いてある、簡単ホットシリアルっていうのを、作っていこうかなと思います。鍋に、これを入れて、牛乳を入れて火にかけると、全体に火が通ったら完成です。はい、まあ写真にはね、こうなんていうの、フルーツが美味しそうに載ってるんですけど、俺あえてこの、オートミールそのままの、味を、楽しんでいこうかなと思います。多分ね、一応怖いって言ってるけど、多分俺ね結構好きだと思うんですよね、こういう変わった食い物多分いけんじゃないかなと思ってます。それでは早速ね、これを、火にかけて、熱していきましょう。はい、くるくる、ということでできました、こんな感じ。俺さ、これ袋にさ 30g って書いてあったんだけど、間違えて 60g 入れちゃってごめんねどこだこれ、後世っていうのかな、後世それとは多分違う会社だと。一応ね、俺は牛乳と煮てみたんだけど、結構甘い匂いが立ち上ってて、こんな感じ、湯気出てるでしょ。なんかこれを食べるとお通じが良くなるらしいんですよ。まあ俺普段でもお通じいい方なんですけど、さらにね、お通じをお通じしていきたいと思いますんで、新たな一歩、踏みしめたいと思います。それでは初体験、オートミール牛乳ホットシリアル、それではいただきます。なんだこれ、くるちょもチャンネル、なんだろうこれ、食ったことない感じですね今まで。これは食いづらいぞ食える自信ないんだけど、これフルーツ入れて、しかも俺はちょっと冷やして食いたいかも、きつきつい、恐ろしいですね。全然変ないんだけどはい、完食しましたくるちょもチャンネル、今日は初めてこのオートミールを食べてみたんですけど、オートミールデビュー戦、
惨敗でした。いろいろこう味付けないと結構厳しいなと思いました。これだけだとねちょっとやっぱりきつい、これを苦手って言ってるのもちょっとわかる気がする。オートミールに関しては何の知識もないんで、よかったらコメント欄でですね、美味しい食べ方あったらぜひ教えてください。実はちょっと完食できてないんですけど、少し冷やして明日またちょっと食べてみたりして、今日はこれ美味しい血圧を下げるために、まずはオートミール食べてみた。お送りしました。ありがとうございます。バイバーイ。ジロー食いたい。君に出会えてよかった。